こんばんは。どこい。よく室内怖い。パターン入って。いや、このパターンが怖いの。やだよ。やだよ。6月になりまして、皆さん。はい。暑くなりましたよ。はい。今日6月の21日ということで。デュエルサポーター。はい。6月末でね、満期になりまして。1年間ね、僕はデュエルサポーターとして活動してきました。はい。どうですか、あなたたちは。僕たちもサポートはずっとしてきてますね、デュエルさんの方は。ね、デュエルさん。永久欠乏みたいなもんでしょ。そうでしょ。そういうこと。もらってるから。ただもう向こうからのアクションは一切ない。はい。無視。無視無視って無視されてる。なんだか無視されてる。でも今月末まであと10日ぐらいか。雨もね、今から降るみたいなんで、行けて今日が最後かなってことで。今期もですよ、サポート活動、まあしっかりやってきたじゃないですか。まあまあまあ、我々なりに、なりにやってきましたよね。そこの集大成を見せようじゃないかと。なるほど。皆さんにお届けしようじゃないかと。今回はエギングバトルをしたいと思います。はい、ルールはこちら、ドン。以上がルールとなります。はい、集大成ですよ。言うて5年やってますから。やってますですね。はい、勝手にサポッティング最終章ということで、皆さんいきますよ。お、最後の勝手にサポッティングということで。はい、了解です。気合を入れていきましょう。最終章、勝手にサポッティング。最終章いい夜やね。はい、ということでね、勝手にサポッティング最終章ということでね、エギングバトル、やっていきたいと思います。どこ行こうか。どこ、皆さん。あいつら多分南部行くやろうけんさ、ちょっと横風になるけど、今満潮なんで、あいつらが行かないようなところからランガンスタイルで行くのが一番いいんじゃないかと。はい、ということでね、出発してきました。風が強いのでどこ行こうかなーっていう作戦会議も兼ね、エギの調達もちゃんとしてきました。マグキュー、ネオンフラッシュ、ニゴリライム、3.55ですね。3.55シルエットマスターでございます。パープルレッドですね。 LQ のダーター、 3.55 の、闇夜ローズでございます。新しいのを踏まえつつ今日は勝負していこうかなと思います。マー君とか特にね、焦ってもうすぐ出てったんですけど、僕はねちゃんとねご飯を買って今から、腹ごしらえして準備していきます。しっかりね、急いでも何もいいことないから。今釣り場の方に移動してるんだけどね、すごい渋滞。もうかれこれ30分ぐらいこの状態。もう時間が、だって見て時間がね、もうね9時になるのよ。移動時間がかかりすぎちゃうとね、まずい。集大成だから気合入ってんのよこっちは。それではポイントついたらカメラ回します。一発目のポイント来てみましたね。行ってみたいと思います。サポーティングだからね、まずちょっとこのボロボロのやつで、ついダートマスターの青くてボロボロなやつ、よいしょ、よし。さーて、釣れるかいいけど、何か。これ引いてればいいんだけどね。めっちゃなんか、引いてる感じで。おいたこれ。来てる、来てない。え、何今の。おです。びっくりしちゃって、久しぶりにエギングしたから。はい、ポイント入ってきました。最初のポイントはね、使われてないようなちっちゃい漁港なんですよ。元々漁港みたいな。でそこに結構ねイカが入ってきて居ついてるっていうのを今まで経験したことがあるので、釣ったことがあるんで、それをちょっと狙ってみようかなと思っております。はい、ポイント入りました。使うのはマグステン SSの、お月見パープルかな。ちょっとこれでやってみたいと思います。ポイント移動も視野に入れながら行かないと、うねりがえぐいから。
マー君もね、今ちょっと連絡取り合ったらね、近いところにいるらしいんですけど、うねりがやばくか解散するって、無理って。よし、あ、ポイント到着しましたよ。最初のポイントはね、今季春イカ調子が良かった、ポイントになります。やっていきたいと思います。時間がねもうないんで、サクサクっと弾丸していきたいと思います。エギはねモンスターマスター 3.55、 はい、ダートマスターですね。潮がね動き始めていればワンチャンあるんじゃないかなと思うんだけどね。今日ね満潮がね8時半、なんでちょうど下げ始めを打てる感じですね。12時までに、検量場所にね戻らないといけないんで、11時半前までですね。夏の海やね、完全に2枚以上なっとるね。表層は当て気味の塩、ボトムは払い出してる感じやね。上まで上げない方がいいよね。ギリギリいけるかな。まあちょっと下がっとるけどな。1時間2時間ぐらい若干。あ、いけるいけるいける、よし、ここまで下がってくれればいけるわ。ちょうどいいわ。うん、まあサポっていうのやからね、ボロボロのやつでいこうか。じゃあ遠投両英断、アンパン食パンカレーパンジャムバタチーズランランラン。はい、ポイント移動してきました。長崎の有名な釣り場ですね。意外と釣り人が今日いないんですよ。行きたいと思います。でさっきと違ってね、全然うねりがない。釣りたいな、そろそろ。そろそろ潮が動き出す時間の予定なんですけどね。満潮からの下げ始めでございます。釣れたとこな、残りのポンコツ2人釣れとらんやろな。どうせ先行者の方がね、帰られたんでここに入っております。常夜灯が効いてるところっすね。エギはね、キャスト食わせブルーノヤーツ 3.55 です。濁り需要にはねやっぱり夜光タイプがイメージあるんで、見えないとねイカも抱けないんでね。うわー、夏っぽいわー。海がベイトおるな、今跳ねたな。アジでしょ多分。アジやな、アジおりますね。アジングしたくなるじゃんそんな見たら。ちょっと待って、当たったと魚か。ええイカって言って、よし、湾内にね移動してきたんですけど、本当に行きたい場所があるんですけど、変更者がいて決め込んでますもんね。俺もそこ好きなんですよ。そこに入りたかったんだけどな。今日移動してまいりました。ちょっとね先行者さんいるんでね、ちょっと静かにしていきたいと思います。ラストのところかなと思いますので、しっかりと行きたいと思います。あ、ダートマスターですね最初のやつは。シューピーシュー、あ、いい塩でも、いい塩です。かなりいい塩ですね。これいいんじゃない、来るんじゃない。
くの？来ないよ。来ないの。これ、そういうのあるけどね。教育いいけどね、仕事的には。はい、2カ所目ですね。ちょっと南下してきました。風も吹いてますね、こっちの方が。堤防に隣接してある磯場、はい、どうだろうね。ここ夜あんまりイメージないんだけど、下げの潮がいいのよね、ここはね。こいつ行っちゃう。皆さん、ジョン、いつものやつ 3.5 号ダートマスターですね。時間がないんでやっていきましょう。すごい、うねりが、うねりんが。さあ、ここはね、潮通しがいいんで、濁りがねずっと溜まってる状態じゃないポイントですね。さっきのところはね、潮が溜まるようなポイントね。イカは濁りが嫌いっていう認識なんで、その濁りを避けて、より濁りがたまらないポイントをチョイスして立ち回っていってます。潮がこう左に流れてるね。なんでこう、エギが返ってきてる状態やな。ちょっとうねりかわしたいけどね、潮が左に入ってるとかわせないね。沖の方にね、こう払い出してくれればいいんだけど、ちょっと響いかもね。ちょっと避けよう。うねりないところから調査。ああ、潮悪くないね。目の前がね、ちょっと水道ポイントになってるんですよ。もう短い水道ポイントなんだけど、うん、これがこう沖に払い出していってくれればいいんだけど、左に流れるとうねりが邪魔するんで、このラインでどうしても釣りたいんだよね。潮はね、ほんと悪くない。ただ左に流れちゃってるな。お、違うか。いっぱいは釣りたいよ。久しぶりのエギング。勝手にサポッティングの最終章。ちょっと3本に変えていきますね。今後とか、じゃあ、はい、エギはこちら、ブルーのやつ、キャストクワセですね。いや、時間がやばいのよ、もう10時過ぎちゃってる。10時ね、今ね、15分ぐらいやれて、あと1時間。風はないけど、うねりがうざいな。隙もちょっと出てきてくれてる、今ね。今チャンス、今チャンス。だからブルーのやつなのよ、今。お、うん、しようか、上地ようか。ややこしいわ、この二枚塩が。上塩も動いてるし、このうねりも相まってさ、当たりと間違えちゃうわ。こっち投げたらもうこっち側に来るのよ。こっち側にね。こういう時は多分塩がちょっと落ち着いたくらいに食ってくる感じやね。エギがしっかり安定して、ホールしてくれるタイミングで、イカがいれば抱いてくる。塩が今動いてるんで、こんだけ動いてれば、入ってきてはいるとまず想定します。うん、だいぶ
流れるもんね、左に。最後に来た、最後に来てよかった、最後に来た、よかった。最後ドラマ、ドラマ中のドラマやろこれは。あー引く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 、はい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 。まあまあ引く、まあまあ引く。ちょっと待って、降りよう、一回降りよう、バラしたくないから。最後の残り1頭、もう残り10分やったけんつって見てください、12時18分前ですね。やりましたね、ワーク。しかもリア磯の3号で来ました。リア磯の3号ちゃんで、嬉しい、これめちゃくちゃ嬉しい。ちょっと測ってみましょう、一回測ってみましょう。00です、00ですね。止まったかな。勝手にサポーティングやってやりましたね。スピードポイントをねちょっと探っていきます。早い、潮が下がるのも早いね、やっぱりね。大潮さん、あー、うん、危なかな、これ。まだ上がっとこう、上に。まだまだこういうのが危ないからね。さあ、誰か連れとったかな。マー君とユウスケどうなんだろう。潮ちょっと落ち着いたな。今なんじゃないの、抱くなら今なんじゃないの、このちょっと落ち着いたタイミングじゃないの。違うの。ね、おったね、おったよ。よっしゃ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 、おったよ。よし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 
よし。よし。よし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 。よし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 。よし。よし。よし。よっしゃ。よっしゃ、サペカル。余裕である。よっしゃ来ました皆さんありがたきオス。そしてエギはこちら、はい、ブルーノヤー2でございます。うわ、たきってるわ、よかった釣れて。はい、来ました、たきなのよ、オスよ、しっかりオスタンです。測ってみましょう。ゼロ行きます。いや、300はあるあるある。よし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 、はい、こちらです。皆さん、よし、1ポイント、よし。お疲れ様です。いやいやいや、疲れた。帰ってきましたね。疲れた。今ちょうど帰ってきた。もう今ですよ。お見えね、12時32分。はいはいはい、はい、ね。今帰ってきてね、ちょっと一服して、うん、ああじゃない、こうじゃないって言うたところでございます。勝手にサポーティング最終章ということで、はい、ちょっと気持ち入れてやってきました。はい、まあ、はい、短時間の調校でしたけど、うんうん、どうでした？ちょっとユウスケの方から。ちょっと初っ端な。うん、あの行ったポイントが、うんうん、あのちょっときつくて、あのうねりとかが、あ、状況がね、うん、状況がちょっときつくて、北部の方に行ったってやろ最初ね。そう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 、上の方に登ろうかなと思って、はい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 、そこから移動した。そこから南下して、あ、南部の方に行った。南部の方に行ったんですけど、全然違うんだね同じ海なのに。なるほどね、うん、状況がほぼ違うかと。おえって静かだと僕がね入ったポイント、うん、まあ超過があったんですけど、うん、先に言うとね、そのポイントもうねりが激しかったです。はい、ああ、やっぱそうですね。はい、うねりめちゃめちゃ、でもかぶったもん、めちゃめちゃ。うねりがないところがあったんですよ。うんうんうん、ここは大丈夫だろうっていうところで釣れたんで。うん、ああ、追いやられたのかな、イカも。イカがっていうよりは、多分エギの安定じゃないかなと思いますね。二枚塩にもなっとったし、ね、そう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 、だけだ、ね、夏のさ、夏の塩なのよ。そうよ、まあプラスうねりもありながら、うん、でこれはいかんと、うん、でうねり攻略を一生懸命してたんだけど、うんうんうん、いやちょっと難しいなということで、分からんもんね、ちょっとうねりから逃げて、うんうん、まあ、キャストを一応変えてね、うん、ところで来ましたね。よかったです。よかったです。ナイスですね。うん、よかったです。ちょうどね、月がポって出てきたの。あー、わかる。わかるわー。わかる、わかる、わかる。あ、その時間。あー、ご来光。そこで、ブルーのやつなのよ。あー、そういうことなんだね。夜光タイプのね。あー、なるほどね。もうビッカビカに光らして、アピールさせようじゃないかということで。ね。これ夏はね、濁りが入ってるもんね、こう抜けやすいところとかさ、を選んでやった方がいいっすね。年中通しても潮通しいいとこはいいんだけどもさ、うんうん、特によ、特に夏、うん、濁りが入ってる時はさ、うん、梅雨時期もそうね、雨降って濁りが入ってきたり、うん、ああいう時もやっぱり潮通しがいいところがやっぱりいいっすね。間違いないね、うん、で僕の釣果ちょっと一旦ね、見せますね。こちらですね。でかい。まあ動画にもね映ってるんです。来たね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 。はい、すいません、ごめんなさい。はい、はい、まあ僕の釣果、うん、これはまあ400、はい、ジャストぐらいですね。どうでした、マー君は。今回はですね、うん、めちゃくちゃ、まあ久しぶりに面白かったですね。楽しかった。あ、そう、うん、へえ。最初のオープニングから、うん、作戦立てて、で最初はね、ジョーンと一緒、一緒のライン行ったら北部、うん、北部の方行ったら、うん、うねりがこうすごくてね、うん、でそこでもまあちょっとやってみるんだけど、うんうん、やっぱちょっと難しくて、風が今日強い予定だったんですけど、そうそう、予報ではね、ブーニーがこう途中情報でこっちこう、うんうん、南部の方は風ないよーということで、そう、僕ね一発目から南部行ったんで、うんうんうん、であ、じゃあ南部行った方がいいやん、これそれならって思って、うんうん、そっから、南部の方行かしてもらって、一発目のとこでちょっと潮見て、うん、あ、こっちの潮だったら、あ、じゃあこっち行こうって言って行ったんですよね、確か。潮良すぎ、ギョンギョン、やっぱりねってことやっぱりねってほらね、うん、うわーって思って、うん、でもここで終わらないのが
これですから、ね、ですからね、はい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 、1人先客がいると、うん、どう見てもエイギングなんですよ、はいはいはい、でこう見てる感じもうパタパタ使ってるんですよ、お、うん、聞いたらちょっとまた来てないってことだったね、あ、連れてない、連れてないってことだった、ああ、じゃあパタパタダメかっていうところのこの今までサポッティングしてきた例が出たんじゃないかと、おお、引き出しが、はい、引き出しが、おお、開けちゃった、開けちゃった、これよね、これですよ、ここのあっ、これジッパー3号の方でね、ちょっと勝負させていただいて、ギリギリまで粘ったんですよ、うん、で、残り11時50分ぐらいかな、うんうん、それラストですねって言ってこういったところのバチコーンだったんで、もうちょっと見せてもらっていいですか、あ、はい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 、一応サイズの方がですね、測った、はい、測りやすい、730エギ入れてなんで714、ナイス、勝手にです、すごいね、やっぱ違うわ、分かったな、デュエル、まあ、ユースケ君はジョーの方はね、はい、坊主ということで、はい、まだリハビリ中なんです、はい、そうです、年中なんです、年中リハビリ中、去年も同じこと言ってね、多分来年も言う、来年もリハビリ中です、ってことで、はい、今回はですね、勝手にサポーティング最終章ということで、はい、ビギングバトルをしてきましたけど、うん、まだでございます、ありがとうございます、とりあえずはでございます、ありがとうございます、最後にふさわしい、はい、うん、感じじゃないですか、やってやりましたよね、ねえ、はい、素晴らしいです、はい、久しぶりの、3人での、あ、まあそうっすね、動画だったんで、確かに、うん、なんかめちゃくちゃなんか面白かったっす、楽しかった今日チョコ一人やったけど、チョコは一人だったけど、ケマちゃん一人、ケマちゃん一つ、なんか最初私たち、チャンディスエンジェル、あ、違ってた、大きいのよこれできるから12時バーってるから、ぜひね、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録押して、高評価なんかもポチッと、コメントなんかもポチッと書き込んでくれれば僕らモチベめっちゃ上がるんで、今日は、はい、この辺でお別れしたいと思います、はい、それではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね、バイバイ、おやすみ、おっす、おやすみなさい、寝る。